はい、今からですね、トレーナーの高橋先生と一緒にですね、投球フォームにおける起きやすい肩の障害について皆さんに紹介しようと思います。じゃあ高橋先生お願いします。まずですね、この形ですね、俗に言うここ腕を引いてきてトップっていう形を作るときですね、皆さんよくやりますよね。トップで起きる障害っていうのは、これ肩が奥に入りすぎた場合ですね。よく皆さん言いますよね、肘を奥に入れるなとか肩を奥に入れるなとか、こういうふうにして、体をねじりすぎてですね、体をねじりすぎて腕をこう伸展っていってこう奥に入るようなフォームのこう、ボールがですね自分の体重よりも奥に入っちゃうフォーム、こういうフォームをなしてしまうと、上腕骨のですねベクトルがですねこう前を肩関節よりもこう前に向いちゃうんですよね。そうするとですね、関節の中でこうベクトルがうまく噛み合ってこなくなってしまうので、こうすごく肩の前の部分の軟部組織ですね、この部分にすごく負担がかかりやすいです。代表的な部分、まあ、このままいっちゃえば、まあ、これ俗に言う前方脱臼の形になってますから、前の部分にある組織ですね、有名なところだと上腕二頭筋の長頭腱とか、ここに手についてこの力とこの腱の部分ですよね、ここがちょっと剥がれたりとかですね、あと前の部分についている筋肉ですよね、まあ、あと靭帯ですね、バンカートリジョンとかですね、ここの部分の関節芯の損傷とか、まあ、すごくこう起きやすい部分になってきますね。次は第2段階はですね、俗にこうトップの位置ですよね、うちに来る、接骨院の、患者さんもですね、こう一番腕がこう後ろに引いた時、こう回旋してこのここからこの位置ですよね、この位置で、肩が痛いっていう患者さん選手もすごく多いですね。これも基本的にはやっぱりフォームがミスして起きている障害ですよね。ミステイクが来てます。どういうことかって言ったらですね、こうやっぱりさっきと一緒ですね。肩がですね、こういうふうにして、外転して水平外転って形から外旋に来れば、全く何も障害って起きないですね。しっかり骨頭が肩甲骨の球心にはまっているので、何も問題ないんですけども、このようにですね、腕を伸展、内旋というこういう作用をして出しちゃうとですね、肩の部分にまず前にすごく負担がきます。でこの状態から肩を最大外旋になんかに持ってきちゃえばもっと負担かかってきますよね。肩の前方、さっきと同じ組織ですね。そして今まあ有名なのがですね、ここですね、インターナルインピンジメントという障害ですね。この状態で肩の後方が痛いっていうと思います。これどういうことかといったらですね、肩の後ろの部分でですね、ここに肩甲骨の部分と上腕骨頭の部分に棘上筋という筋肉がこう挟まっちゃうんですよね。こういうふうにして、まあ、これはですね、まず大体皆さん最初に肩の前の部分が痛いって言ってきます。で前の部分の組織が緩くなっちゃうとですね、今度骨頭がですね、この球心って言って真ん中を保てなくなっちゃうので、最大外旋でこう胸を張った時に骨頭が後ろにずれちゃうんですよね。そうするとそこの部分でインピンジメント症候群、棘上筋が挟まって痛みが出てきやすいっていう形が出てきますね。で次ですね、次の投球フォーム進んでいきますよ。次トップができて最大外旋に向かいました。で皆さん次が腕を振っていきますよね。これ俗に言う加速器っていうやつですよね。アクセラレーション器ですよね、この部分。この部分というのは皆さん見てください。腕の位置が肩甲骨のベクトルの方を向いていますから、そうなってくると今度関節の中の症状になってくるということですよね。この腕がですね、肩関節、肩甲骨に対してどういうふうにして向いているかっていうのがすごく投球フォームから見て障害を見る場合のすごくポイントになってきますよね。さっきはですね、こうなってくる斜めに抜けちゃうんですよね。いいフォーム、痛めないフォームっていうのはこの肩甲骨にそんなにこうベクトルがずれてないっていうことですよね。でこの場合は見てください、最大外旋こうにして、最大外旋の場合もさっきと一緒ですよね。この肩甲骨のライン上に走って関節の中にベクトルが向いていれば骨の症状が起きやすいですよね。ここでこういうふうに、でこのままあとは肩っていうのはトップの位置を作ったらほとんど動きません。あとは肩はもう直線的にこう進んでいくだけです。でそしてそこから内旋動作っていう形が出て、肘、
主関節が円動作をかきながら腕を前に出してくるっていう形ですよね。で、この時においてはここの部分で上腕骨がこう内旋してきます。こうグリグリグリっていう形ですよね。何にも問題なければ関節っていうのはですね、滑り運動といってこう前にちょっと滑っていく運動ですね。あとは転がり運動といってコロ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 って転がっていくんですよね。で、あとは軸回旋といってこう軸でくるくるくるって回る、この3つの運動で成してます。こういうふうに、だからここの部分はしっかり関節がカチッて固まっていれば軸回旋という形でこうくるっと回るような形になってます。これだったら何も痛み起きてきませんね。で、あとはリリースが終えてからフォロースルーにかけて肩関節は円動作がこう入ってきます。出てきて直線動作が出てきて最後円動作が出るって形ですよね。まあ、ですけどもやっぱり肩が緩いとですね、ルーズショルダーとかですね、もう投げすぎて関節が緩いとですね、ここからこのリリースポイントにこうかけてですね、この加速器の中で俗に言うインピンジメント症候群という形で出てきますね。インピンジメント症候群って何かっていうと、この肩の間がすごく狭くなって、まあ、ポイントはですね、こう後ろを見ていただくと分かりますね。この肩甲骨がですね、肩甲骨の機能が悪くなっていくんですよね。さっき肩甲骨の話させていただきましたけども、肩甲骨の位置がこう内旋という形で前に行ったりですね、あとは前傾という形でこうまたこれを前に滑っちゃう、こう横に行ったり前に行ったり、あと下勢で下がったりする、肩がこう下がっちゃうわけですよね。こういうこういう形で皆さん肩上げてきて、このままグリグリグリっと前に持ってきてみてください。肩と肩甲骨と肩がぶつかっちゃう症状出ちゃいますよね。こういうのをぶつかり症候群、インピンジメント症候群って言いますね。まあ、なので、よく指導者の方、肘が下がってるぞとかって言うと思います。まあ、肘が下がってるどういうことかって言ったら、肩甲骨の位置が下がってるんで、肩が上がってきてないんですよね。まあ、こういう症状が起きちゃうとですね、まあ、棘上筋って言って、腱板の部分を傷つけたりとか、あとは腱硬化、滑液包炎って言ってですね、その間にあるクッションですよね。まあ、こういうのを痛めたりしますね。もっとひどいとですね、関節の中の症状になってきますね。関節芯の症状ですね。関節下と上腕骨がくっついてて、小心軟骨でこうペタペタペタってくっついてるんですけども、この軟骨が剥がれちゃうんですよね。もうそうすると関節はもう抜けちゃうんで、上方に抜ける場合もありますし、投げてて加速で前方に抜ける場合もありますね。そういうのをバンカートリジョンとかいろんな言い方で、障害として説明されてますね。で、最後にですね、最後に皆さん知ってほしいのは、よくあるのが、あと最後、フォロースルーの時の痛みですよね。この時の、上腕骨の肩関節、この肩甲骨に対するベクトルの方向、斜めこっち方向ですよね。皆さん、これもですね、しっかり平身運動がなされて、で、左足の、まあ、踏み込み足ですよね。こっちの方に体重がしっかり乗って、踏み込み足上でしっかり体が、まあ、肩の進む方向と体が回転する方向が一致してくれば、ほとんどそんなに障害は起きてこないんですよね。だけれども、例えば股関節のコンディション、後でチェックの仕方をお話しします。股関節のコンディショニングが悪いとか、体幹のコンディショニングが悪いとか、あとはまあもちろんフォームが悪いとかですよね。軸足が前にこう遠回りするようなフォームをして、体がうまく左回転できない場合とか、こういう場合はですね、体が回らないのに、突っ立って体が回らないのに、腕だけで振っちゃうっていうフォーム。こういうような突っ立ったようなフォームになっちゃうと、完全にまたベクトルの方向抜けてきますよね。そうするとどうですか？さっきの前方の痛みと全く今度は逆の後方ですよね。後方の軟部組織が無理に伸長されて痛みが出てくるっていう形になってきます。後方にある関節有名ですよね。まあ、ここら辺に痛みが出るようだと、極下筋の痛みになってきますね。まあ、ここら辺、ちょっとここら辺に痛みが出てくるとですね、ちょっとめんどくさいんですけども、ここ、クワドリラテラルスペースって言ってですね、ここの部分に神経が飛び出てくる場所になってきますから、ここら辺に放散痛、まあ、こう広がるような痛みがまた出てくるような感じになってきますね。もちろん、奥の方が痛いって場合も出てきますね。後方の関節方が伸長されて、まあ、拘縮されて伸びると痛いとか、まあ、こういう形も出てきます。ありがとうございます。このようにですね、先ほど肩の関節についてお話ししましたけども、肩の構造っていうのは、野球型の場合はですね、野球のスローイングによって痛みが起きるってことをよく覚えておいてください。五十肩とかとはまたちょっとわけ違うんですよね。で、何かっていうと、オーバーワークと、
ミステイクですよね。使い方、ミスユース、使い方ですよね。使い方が間違っちゃってるんですよね。そこの部分を直していかないと、なかなか肩の痛みは取れてきません。で、次にですね、皆さんに肩の障害のチェックの仕方について簡単にお話ししようと思います。